どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。平井ひきのように書いてます。今日はですね、ショパールさんにお邪魔してまして、左利きのエレンのジャンププラス版完結記念に時計を買わせていただきました。まあそんな時計なんか勝手に買ってろって感じだったんですけどちょっと動画にしたい理由があって、ちょっと多分正確な数字言っちゃいけないと思うんですけど、日本にほとんど入ってきてない時計をちょっとご縁があって買わせていただいたので、まあ、時計好きの方向けに現物をちょっと見せる動画を出したいなと思った次第でございます。アルパインイーグルっていうタイプの時計買ったんですけど、それの今回新色パイングリーンっていう色のを買いました。まだ実機を見たことある人が少ないと思うんで、時計好きの人のために見せたいと思って動画を回してます。なので左利きのエレン好きだけど、その漫画家が時計買ったとか知らねえよっていう人は今回は見なくて大変だったのですいません。ちょっと今回に限ってはちょっと時計好きの人に、実物を見せたいという動画になっております。なのでもし興味ある方は、最後までご覧ください。ブルーもね、めちゃくちゃ悩んだんだけど、最初ブルー買うつもりでお伺いしたんだけど、うんうん、今年2022年に完結したっていう記念に買いたかったから、今年出た新色にしました、うん、それはもう王道みたいな。これはもう王道ですね。で、特にそのラグスポで青ってすごい人気のカラーなので、うんうん、最初その買いに来た時にブルーとグリーンですごい悩んで両方つけたり外したりってしてたら、普通になんか冗談とかじゃなくて、よろしければ2本って言われて買えるかとか言いそうになったけど、ちょっと抑えて2本買えるかでも青もめちゃくちゃかっこいいよね。めっちゃいいっす。いや、なんか僕そのこういうなんか深い青の、うん、ダークネイビーの洋服が多いから青だなと思ってたんだけど、うん、グリーンの方がもうちょい落ち着いた感じの大人っぽい感じなんで、まあ、37歳だしちょっと大人っぽいのに挑戦しようと思う。最初だからブルーとグレーが出てて、基本その2色ですごい調べた。ビスというかネジというかこれで止まってると思うんだけど、はい、これのまあ、線があるじゃん、線が全部円を描いてるの。確かにそこまで気を使ってるっていうのは、まあ、ショパールならではという、まるですごい知ってるかのような口ぶりですけど、全部ネットです俺の情報源全部ネットです確認をさせていただいてよろしいでしょうか。はい、閉じた状態でもいいです。あ、もちろんです。サイズ調整で一回開けてるっていう。うんうん、けど今から最初で開けたリアクションするんで。はい。いよいよはい、いよいよ開けます。いいですか。はい。でおお。うわあ、来ました。多分さ、思ったよりグリーンじゃないでしょう、うんうん、でもこの渋いグリーンが最高ですよね。そしてこの開け方がまた毎回多分かっちょいい。このね、ショパールってブランドはまあ、ちょっと僕東急百貨店担当してたんだ、はい、時計とか宝飾にある程度知識あるんですけど、今はなんかその宝飾のイメージの方が強いと思うけど、時計の歴史もすごいあって、だからそのアルパインイーグルっていうこのモデルが今すごい人気で有名なんだけど、まあ全部ネットの知識なんで知りたい人はググってほしいんですけど、ただちょっとそのこの実機を動画で見せるっていうのは多分珍しいと思うんで。結構ガバガバだったんで今詰めてもらったんですけど、あ、ぴったりですか。あ、いいですね、いいですね、いいですね。で、そのやっぱ宝飾ブランドだからこのブレスが確かに超かっこよくないですか。キラキラっすね、うん、このさ、渋色渋、まあ比べるとまあ、パッと見そのグリーンというかちょっとかなりダークトーンなので、うん、こっちの方がなんかそのあんまり合わせ気にせなくてもつけれるかもしれない。
っちも欲しいっすねやっぱり2本はでもさすがに2本はセレブすぎる。確かにそんな、いやでもやっぱこの1個その買っちゃうと次はちょっと LUC とか気になっちゃうので、うん、今日ちょっと後で見ようと思ってるんですけど、めちゃくちゃ合ってるし、多分時間合ってる時間合ってるそのための時計なんだ。そっかそっか、そうそう、大丈夫、似合ってる。いや似合ってます。浮いてない、浮いてないです。はい、腕だけなんか立派で。いや、そんなことないです。あとなんか貧相すぎない。いや、そんなことないです。これはちょっとテンション上がるわ。これすいません、ちょっと今日本当ただの自慢動画みたいになっちゃってるけどでも本当にあのこの色マジで珍しいんで、時計好きな人は喜んでくれるんじゃないかなと思って。展示会でお話しましたけど、その今年完結したんで、10月に完結したんで、まあ、2022年に発売した時計を今年のうちに買いたいっていうのが一個あったんで、本当に良かった。このそう、最初青と迷ってたんですけど、やっぱり今年出たのはこっちだと思って、うん、かっこいい。グリーンでなんかマークが書いてあるじゃないですか。はいはいはい。これがあの、まあ、売り上げの一部がその実際その名前にもなってるそのイーグルたちの環境保全につながるという、うんうん、もう何から何まで世の中のことを考えたブランドです、うんうんうん、はい。付け方一生慣れない気がする。時計つける時にこうなる人いないからね。ちょっとこれはあのお揃いだとちょっと嫌なんで、すいませんけど、まあ、あの多分この時計を見るたびに、あの2022年に左引きの夜に完結したんだなと思い出すと思うし、まあ、この時計を見ながらその、まあ、今後新しい作品作っていきたいなと思います。なのであの、まあね、モチベーションにつながるんでね、ここであのあぐらをかかず精進し続けますので、あの時計のなんか良さに負けない作品を作りますので、あの今後ともよろしくお願いします。左引きの夜はあのまだあの最終巻まで出てなくて、11月12月にあの立て続けにこう新刊出て、まあ、年内には残り3冊出ます。なのであの単行本の方もぜひよろしくお願いします。じゃ次はあの急に時計にハマりだした、漫画家の末路っていう漫画を書こうかなって。それめっちゃ気になります。途中からなんかローンで首が回らなくなるみたいな。でなんか結局なんか売るみたいな、泣きながら売るみたいな漫画を描こうかなと。あの牛島くんみたいな、確かに牛島くん、どんどんなんか痩せこけていくみたいな。それ読みたいですね。まあ基本的にこのチャンネルではあの漫画の話してきますけど、まあたまにあのこういったの私の個人的なあのなんか記念の何かを出すこともあると思うんですけど、まああの温かい目で見守っていただけると幸いでございます。ではまた、ありがとうございました。